こんにちは、速稼塾の久保です。リビさん、いつも動画の方ありがとうございます。体のステーキング情報がね、ここまで透明性に公明性大に行われていると、参加された方も、まあ、安心でもあるんですけども、個人個人でこのステーキングとかステーキングプールの勉強がね、少しずつできるんじゃないかなと思うんですよ。で、もしかしたら自分でもステーキングプールを運営してみたいなって人がいたり、全体のステーキングプールのうち、まあ、大体ね、何割ぐらいが使われていて、何割が委任者を待っている状態なのかなっていうふうな、その人気度っていうのもね、気になる人が出てくるかもしれませんね。まあ、今回も3つの269エポック、267エポック、268エポック送っていただいたわけですけども、今日は268エポックですかね。うん、5月26日から5月31日までのこのタームで、まとめたものが動画になってますんで、私もこれから拝見してね、勉強させてもらおうと思うんですけども、いや、こういうふうにね、コンスタントに情報発信していただくと、非常に私も紹介してよかったなと、多くの方がステーキングプールに来てくださったと思いますけども、リピさんのね、ステーキングプールもものすごくね、豊かになって、みんなで本当に応援できてるなっていう気持ちが本当にします。ありがとうございます。ではこれからもよろしくお願いします。明日の更新情報で動画の方は送らさせていただきます。これからもよろしくお願いします。